おはようございます。今の時間は朝10時。今日は朝8時に起きてご飯を食べて、その後洗濯や家事をして、これから仕事を開始します。私はフリーランスのウェブライター兼エディターなので、在宅で仕事することが多いのですが、今日も一日在宅勤務です。在宅勤務の日のウェブライターのルーティンをご紹介します。いただきます。午前中に記事を書いて、でお昼を食べて、午後もこれから記事を書こうと思ってるんですけど、今日はこの後にオンラインのイベントがあるので、それを取材して、で写真を撮って、編集をして、でまた記事を書くっていう流れになります。もちろん外での取材の時は外に行きますし、気分転換したい時も行くんですけど、私は基本的に家が大好きで、ずっと家にいられちゃいます。さっきオンライン取材で撮影した写真をライトルームを使って編集してます。ライトルームはスマホや PC でも使えるんですが、私は Apple Pencil を使って直感的に作業したいので iPad で編集することが多いです。取材で撮影してきた写真はそのまま出すことは少なくて、ほとんどの写真をライトルームで編集してから納品するようにしてます。仕事が一段落したので、今日の夜ご飯の仕込みを始めます。
ただきます。